この、ね、ライブのタイトル「甘北27」、ご存知の方はもう本当重々分かっておられるんですが、なんじゃろかという方のために、ちょっとご説明をします。ここ向野荘のお隣の駅阪急塚口にあります、名門の尼崎北高等学校その卒業生でですね、音楽に関わっているメンバーが中心になって何かその、卒業生の皆さんと楽しめる場を作りたい、地元の皆さんも楽しんでもらいたいということで、今日のこの企画が決まりました。今日はその、尼崎北高校の卒業生のみならず、ご近所の皆様、そして遠く大阪とか京都、それから神戸の果ての方からも来ていただいてます。本当にありがとうございます。皆様のためにも、今日は楽しい演奏をさせていただきたいと思います。それではここで、今日の素晴らしいメンバーをご紹介したいと思います。まずオンドラムス、とても貫禄の方です。澤正和さん、向こう小学校出身、向こう中学出身、向こう工業出身ですね。出身校いうライブの紹介もないかなと。なんか大相撲みたいですけどね。NHK ののど自慢の、バックミュージシャンをされてるんですよ。もうどんな曲でもお茶の子さいさいですよね。はい。ですね、さっきお聞きしたんですが、鐘鳴らす人は専属でおられるんですって。しかも、東京芸大打楽器科卒。ずっとその方竹がやってるっていうことなんで、難しいらしいですよ。そしてですね、お次に控えますはオンベース井出アスさん。向こう幼稚園、小学校、向こう中学、向こう工業高校出身。もう本当にずっと向こうの人ですか。もう浮気一つせず。もう関西でね、井出さんの名前を見ない日はないというぐらい、もうライブ、あちこちのライブで活躍をされております。そして、ちょっと一段下に、いえいえ、何をおっしゃいますやら、今日のリーダーでありますオンピアノ、若宮光雄。向こう中学、向こう違うわ、天北高校出身。もう今ね、拠点は東京なんですよ。で、東京、大阪、そして、東京のみならずもう世界をまたにかけて活躍中。アレンジャーとしても素晴らしい活躍を照れてます、なんて照れちゃってますね。この素晴らしいメンバーに、加えていただきまして、私ボーカル林理恵がお送りします。令和幼稚園、尼崎北小学校、塚口中学、そして天北高校卒業と言いたいんですが、ちょっと途中で、天北高校を去っていきまして、特に退学とかそういうことではないんですけど
ちょっとね転校してしまいまして、なのに今日こんな素晴らしい企画に加えていただいてとっても嬉しく思っております。そして、今日はもう一人素晴らしいボーカリスト、池崎すみおさん、後で登場しますのでその時ご紹介します。今日はこのメンバーでお送りします。最後までどうぞごゆっくりとお楽しみください。